かけ離れてんのかな。あ、これ田浦さん食べようか。久しぶりです、田浦さん。生放送やっていますけど、いいですか、今日も。あ、そうですか、お邪魔します。田浦さん、また便所の掃除するやつ始めた。違うや、これはの、トイレ外用に帰ったって言ったやつ。いや、便所の掃除するやつじゃないですか、それ。便所掃除するやつは別に普通あるもん。あるの、うん、なんか普通もあるし、はい、すいません、失礼しました。そこゴミ捨てるだけ、ゴミ捨てるだけの、うん、時だけ、そこの部屋に。いや、僕の家ゴミ箱じゃないんですけど、はい、違う、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、すいません、ごめんな。ちょっと、じゃあ、お邪魔。田浦さん、マクドナルドをリスナーさんからいただいたんで、よかったら一緒に食べましょう。まだもう一軒ね、来るんで、いっぱい召し上がってください。一緒に食べます。ね、甘いもん嫌いなんでしょう。いや、別に嫌いじゃないね。アップルパイもありますし、好き。ありがとうございます。Thank you. いや、いいっすよ、もうそのままで。そのままでいいの。はい、はい、こう座ってください。お邪魔します。ベロベロ、いや、ベロベロじゃないんですけど、朝のうちこんな方落としてんの。何がいいですか。チキンナゲットとバーガーもありますよ。ハンバーガー、ハンバーガー、いらない、いらない。じゃあ、わからない。アップルパイとハンバーガーとハッシュドポテトもあります。チキンナゲットもあります。こんにちは、ありがとうございます。あ、久しぶり、ありがとう。ハンバーガーだけどね。ハンバーガー食べます。ちょっとね、だからハンバーガーとナゲットとハッシュドポテトだと。アップルパイと、これとこれどう違うの。これ何が、これとこれ。田浦さん、マクドナルド知らないんですか。うん、チキンナゲットって知らない。チキンナゲットってこっちちゃうの。はい、マクドナルド分かんないかな、全く。チキンナゲット知らない。ただ これチキンナゲット分かんないです。ああ、そういうやつか。はい、どれが食べます。あの、あれの、あ、半分に。田浦さん、あの、お酒持ってきてるから、コーヒーは僕いただきます。はい、コーヒーいただきます。ナゲットってのは、ああ、一個食べてみたいな。そうだね。どうぞ。分からんかったわ。食べましょう。食べたことないね。で、田浦さん、あの、仕事ね、うん、ちょっと悲しい、これバーベキューソース。うん、はい。はい。ああ、すげえ食べる。で、田浦さん、あの、実は田浦さんに報告してなかったんですけど、うん、あの、正社員、決まりました。ほら、よかったよかった。いや、でも田浦さん、あの、3日で辞めました。なんでよ。今日辞めました。今日辞めたん。今日辞めてきた。なんでよ。いや、もうかなり怖かったから。職場の人がもうかなり怖かったんで。職場の人、何の会社、食品会社。ポテトは半分いる。あ、いやいやいや、ポテトは食べないの。これでやりこと、あの、聞いたことあるから、ナゲットっていう名前。どう食べてください。あら、どこよ。もったいない、はい、正社員やな、はい、パートでも、あの、あれでもいいからって。私この間みんな持ってきたね、あれや。で、また無職になったんで。浜の方のね、はい、なんかあれ、食品工場みたいなとこよ。あの、あんた、そういうの聞いてたから、工場どの方なの。それで置いたんだ。ごめん。で、田浦さん、また無職になりましたんで、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしく。いや、リスナーさん、ナイスあったらね、お情け。これでしょ、これ。うん。これ、硬くない。で、これソース。大丈夫な。いや、硬くはないよ。硬くはない。ちょっとつけて。ナイスあったらね、二人でさ。あ、美味しい。うん。うん、どんどん食べてください。あ、鳥なんだ、ナゲットって。あの、鳥が。マクドナルド全然知らないんですか。うん、ほんまに、あの、いや、肉が入って、あれ、ハンバーグ入ってるやつは、僕らがいただいたやんか。はい、うん、あの、知ってるよ、形は知ってるよ。知ってるけど、いろいろ出てるから分からへんけど。ああ、嬉しいわ。
で田浦さん今日仕事辞めに行くって会社に行くのまた、うん、話聞いて話言うの田浦さんちょっと落ち着いてください、うん、あの今日会社に仕事辞めに行くっていう朝一で仕事辞めますって言いに行ったんだよ、うん、で、うん、3日分ね3日働いたんで3日働いた給料くださいって言ったら、うん、非常識って言われた、でも振り込みの日にならないとあかんってことはあの給料普通は迷惑かけてるから、うん、給料なんか、ね、いらないですって言うもんやって怒られました。いやそんなことはないけどな、あの、売れるところとあの、じゃ分かった、給料じゃ取りに欲しいんだったらやるわ、取りに来いやって言われた。ああ、それでそのままきつすぎる。売れなかった、うん、代理で取りに行ってもらうたら、その場でもらうやつと、あの、給料振り込みの日にしか渡せませんっていうところもある、うん、2つあるよ、すぐ来れるとこは来れるよ、うん、いや、ね、日払いのところをする、うん、これ紙でしたっけ、だから、うん、リスナーさんだったら何なんだよ、もううるせえな、会社名出してないだろ、うるせえな、うん、どうやった喧嘩した、なんか面白かった、うん、いや職場の人がめちゃくちゃ怖くて、ああでおじいちゃんにもいじめか、はい、おじいちゃんにも、うん、大したミスじゃないのに、はい、ボロカス怒るんだよ、いじめややばいからほんま、うん、そういうとこあるよ。田原さんハンバーガー食べてくださいよ、まだあるまだ来るんすよ、うん、で田原さんもう缶のまま飲んだらいいじゃん、なんでグラスも持ってきたのこれ、うん、なんかこう缶のまま飲んだら、いや家からわざわざグラス持ってきた、やっぱりグラスの方が美味しい、違うの、うん、ちょっとね食感じゃない、飲み感じゃない、一緒じゃないですよ、違いますよ、そそだじゃないけどね、あの普通の缶で飲んだら、だって洗い物も増えるしさ、いい、うん、洗い物も増えるし、洗ってない水流すだって自分の口やから、違うの、俺もさすが洗い物増えるから普通飲むわ、オッケー、だって冷めるしね、注ぐことによって冷め温度も若干下げるし、冷蔵庫入れとくなよ、冷凍、あグラスを、うん、グラスはそうなんだって、うん、どうでもいいね、これはあ来た、はいお願いします、ありがとうございます。たださんもう一軒来るからいっぱい食べてくださいね。でガチアンチさんとりょうさんという方にいただいたんで。また。はい。ありがとうございます。熱い。いやもう下げます。容器あるから。俺が、うん、あの部屋で一番下のやつしか捨てないから。クッキーありがとう。あの田浦さん一緒のマンションに住んでる方。まあ。うちはもったいないから、もう18度、19度、うん、ありがとうございます、いや何言われたってもう何回も話してるから、もうちょっとまた時間経ったら言います、すいません、もう、ああ、いいよこれ、リスナーさん、ちなみにほんまに言われてるからね、今日だから、言ってる内容変わってないでしょ、俺言ってる内容が捏造だったら言ってることコロコロちょっと内容変わったりするけど、ほんまに言われたから1年後もこの話できるから、トラウマみたいに覚えてるから、うん、なあ、どっか言うな、あ、ただちょっとこっち寄り、いやマジであれ生活必需品、マジでありがとうございます、生活必需品ももらった、うわすごいね、で米田コーヒー、いやマジでありがとうございます、米田コーヒーと、ちょっと待って、ね、名前のとこちゃんと外して、優しい人多いね、いやマジでありがとうございます、ポテチと、うわすごいな、よかった、
カッパエビセンポテチ、いやほんま助かります。カラムーチョ、スッパム、のり塩で、バナナと卵、カスタードホイップで、ウインナーで、ヨーグルト、いやマジでありがとうございます。これで3日間しのげます。卵とウインナーと卵だけでも食べていけます。でバナナと冷やしますね。たぶんちょっとコメント読んどってくれる、うん、しまうから。で、米田コーヒーも。いやー、ほんまありがとうございます。よかった、マジで。ね、ありがたいね。これもなんか私は、なんかちょっとでも買わないと食べないと。でバナナと、でリスナーさん、コメダコーヒーの唐揚げ、パーさん唐揚げも来て、唐揚げとこれ食べたかった、エビカツパン、これまだ食べたことない、エビカツパン来た、これこんなでかいんだね、現物初めて見た。シャウエッセンなかったんですか、まあありがとうございます。全部一緒ですよ、ウインナー味。これこんなめちゃくちゃでかい、リスナーさんすごいよ、これアップルパイがこれこんな感じ大きさ、アップル、なんで例えたらコーヒー、コーヒーがこんな感じ。タールさん全然お腹空いてないんですか。朝ね5時に食べたの、はい、パン一枚でしょ。食パン一枚ね。じゃあいただきます。いただきます。じゃあエビカツパン食べます。エビカツパン。うん。さっきのハンバーガーの方がいい。半分。半分一個食べれない。うん、一個無理。じゃあエビカツパン一切れにしたら。あ、そう。うん、これエビのカツだからうまいよ。はい。すごい匂いもうめっちゃいい匂い。でかいな。すごい。あったか。うん。じゃあ自分さっきてりたまマフィンいただきます。てりたまマフィンいただきます。ありがとうございます。うまっ。田浦さんの分でだからいらないっつったじゃん。テリタンマフィンうまいっすね、ほんま。テリヤキバーガーとフィレオフィッシュが好きだから俺。エビのあの細かいのが出た。こいつこんなつまみ食べてないから、いつも。いや、ストレス消えてないです。まあ30日会社に行かないといけないから。30日ね。まあ解放されてない。あ、村の人かな。うん、厳しいおじいちゃんがいたもんだ。いやもう半分でもう切るのだって大変だもん。田浦さん給料 5% 渡しますんで。いや、もったいない。あの取りに行ってくれないですか、僕の給料。私本人じゃないとあかんでしょ。免許証渡すから。身内のものですって言って、ああ代理人届けみたいな紙一枚書いて持って行かないとね。お願いしていいですか。うん、わしの免許証もあるから、うんうん、あ身分証明みたいにね、あることあるけど。田浦さん頼もうか。うん、いいよ、うん、でくれるかどうか分からへんから、うん、振り込めちゃうの普通、うん、田浦さんの方が生活苦だって。お腹いっぱいになる量あるんだから2人で食べたらいいじゃん。ちなみにリスナーさん、田浦さんが次の年金まで生活費ないです。田浦さん、あと残金ちなみにいくらなんですか。あとじゃあ1万8000円ぐらい。前会った時 何円でしたっけ。3万円ぐらいあった。リスナーさん、前会った時いくらって言ってた。もう1万8000円しかないの、うん、また協定来たの。うん、行かないくらい。
生活費食べないといけない。前いくらって言った？